山下 presents TSUTAYA Sunday Songbook。 この番組は都会の森、大人の時間、代官山TSUTAYA書店、助け合い共に明日へ、 JA 協賛がお送りします。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。山下達郎です。毎週日曜日午後2時からの55分間は私山下達郎がお送りいたします。TSUTAYAサンデーソングブックの時間であります。東京 FM をキーステーションといたしまして JFN 全国38局ネットでお届けしております。3月に入りました。私相変わらずツアーでございますのでですね、かなり前倒しで相変わらず放送収録しております。ここ2月末から3月にかけてですね、ツアーやってる間に、マリアのレコーディングプラスですね、他に雑事が、結構ありましてですね、結構テンパっておりますので、そうなりますとこの番組、西青柳さんが来るのが怖いので、結構前倒しで収録しております。ですので、ね、また、季節の天気の話とか申し上げられないのが辛いところですが、先週の木金3月1日2日とですね、大阪のグランキューブ大阪、今年2回目の大阪公演無事に終わってるはずでございます。今週はちょっとインターバルもありまして、そんなわけで先週から今週かけてですね、インターバルがありまして、その間にマリアの、レコーディングをやっちゃわなきゃいけないんですが、この次は今週の金曜日になります。3月9日、九州にやってまいります。宮崎市民文化ホール、そこから宮崎大分鹿児島とですね、進行してまいります。今週は宮崎のお客様お待ち申し上げております。宮崎市民文化ホール結構いい音がします。で、番組は結構前倒しでございますのでですね、リクエストとかバースデーメッセージが、番組収録後にいただく、ものがとても多いので、なかなかお答えできませんが、まあツアーが終わるまでですね、その分ツアーで一生懸命やってるとお申し召しましてですね、この季節ひな祭りの季節でございます。ひな人形お嬢さんのために飾っている、親御さんたくさんいらっしゃると思います。いつまでこのひな人形が飾れるのかとか、そういうような考えを持ちながらですね、ご覧になっている親御さんもたくさんいらっしゃると思いますが、この季節私のサンデーソングブックはですね、ガールシンガーガールグループ、まあ、こじつけですがですね、ひな祭りガールシンガーガールグループ特集と、出しまして、今まで何回もやってまいりました。今年もそんな季節がやってまいりましたが、実は昨年2011年3月の6日になりますが、やはり、ひな祭り特集をやりまして、じゃあ来週も続けてもう一週と言っておったところに、東日本大震災が勃発いたします。それの2日後の3月13日、ガールシンガーガールグループ特集キャンセルになりまして、番組が放送中止になりました。私19年にこの番組になりますが、これ1回っきりでございます。キャンセルはあれから1年経ちました。相変わらず、仮設住宅それから避難生活、そうした不自由な生活を送っていらっしゃる方もまだ30万人以上、いらっしゃるそうでございます。1年経ちましたがですね、時はどんどん過ぎていきますが、なかなか、完全な復興というにはまだ程遠い日が続くと思います。寒い日が続いておりますのでですね、避難生活を送られている方、くれぐれもお体にお気をつけてください。ガールシンガーガールグループとちょっとマニアックな特集でございますがですね、洋楽ファンの方、いらっしゃいましたら、少しでもですね、ひとときの、リラクセーションにお使いいただければと思います。というわけで今日も日曜日の午後のひととき、素敵なオールディーズソングでお楽しみをいただきます。山下達郎サンデーソング、本日はガールシンガーガールグループひな祭り特集でございます。今日も最高の選曲最高の音質でお届けいたします。今日はですね、昨年3月9日に、私シングルを出しましたが、その2日後に、震災が起こってしまいましたので不運なシングルとなってしまいました。それからもう1年と早いものでございますが、あの時の思いを込めて今日はその一曲を頭にお聴きをいただきます。昨年の3月9日に発売されました。その後にアルバムレイオブホープに収められました私のシングル愛してるって言えなくたって。雪の中で咲いていた小さな花びらに心を奪われて、
だけど悲しみが積もったあなたの瞳美しすぎてただ見つめるだけ追いかけても辛いだけの恋はもう降り止まぬ雪のよう愛してるって言えなくたって心はいつもあなたを呼んでいる泣きながら片時だって話したくないこの抱き止めて不意に現れて消えた古ぼけた映画の出来事のよう触れることさえ許されない「って言えないなんて」「どんなに強くあなたを求めても叫んでも冬の嵐に消えいそうな僕の炎」「誰より知っているなら行かない」見てる。I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some.Never had a friend or wanted one So I just lay back and laugh at the sun Cause I'm in sugar town
Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee, but not a drop fell on little old me, 'cause I was in sugar town. $1 million or ten, I'd give it to your world, and then you'd go away and let me spend my life in sugar town.山下達郎がお送りいたしておりますサンデーソングブック、本日はひな祭り、でございますので、恒例番組恒例でございます、すっかりおなじみでございますが、ガールシンガーガールグループ特集、60年代か70年代を中心にですね、当時の、いわゆるアイドルもの、から R&B のガールグループ、うまい人あんまりうまくない人いろいろと取り混ぜて、まずはナンシー・シナトラ、シュガータウン、放題シュガータウンは恋の街、1966年の全米5位にしてミリオンヒットでございます。なんでこれを頭に持ってきたかと言いますとですね、これのアレンジをしておりますビリー・ストレンジ、もともとはギタリストでございますが、ビリー・ストレンジが先日亡くなりました。81歳だそうです。大往生でございますね。ナッシュビルに、移って、ナッシュビルで仕事をしておりました。もともとは LA のですね、レッキングクルーと言われるスタジオミュージシャングループ、セッションギタリストとして、数々のセッションに参加した後、アレンジャーになりましてですね、ナンシー・シナトラの一連のヒット、Those Boots Are Made for Walking、憎いあなた。をはじめとして、このシュガータウンも含めましてですね。あとフランク・シナトラの作品も数多くやっております。パートリッジ・ファミリーとかですね。エルビスもやっておりますね。そしてアレンジャーとしてたくさん実績を残しております。ビリー・ステネンジの代表的な編曲作品、ナンシー・シナトラのシュガータウンで今日は始めてみました。受験の季節が、そろそろ一段落するような、でも高校場だか。大学受験はそろそろ一段落という感じですから、まだ私立は続いているかもしれませんが、大分市の相原真由美さん、おかげさまで娘は大学に合格し、管理栄養士、の夢を叶えるため一歩前進しました。受験前のあのおめでとうがきっと合格に結びついたのだと思います。ありがとうございました。次は上の息子が、今は大学3年で就職活動をしています。ぜひ下の子の時のようにパワーをくださいとですね。まさやくん、21歳。就職大変ですけど、じっくり、やってください。いつまでも悪い時代が続くわけじゃありませんのでですね、これからの日本の将来は若い人たちが担っております。頑張ってください。さてお次はコニー・フランシス行ってみましょうか。コニー・フランシス、1964年のスマッシュヒット、全米42位というですね、作曲がジェフ・バリー・グリーンウィッチ、プロデュースもバリー・グリーンウィッチのコンビでございます。いかにも、バリー・グリーンウィッチらしい一作、コニー・フランシス Don't Ever Leave MeI'll stand by you too.
前にやった、ジェフ・バリー・エディ・グリーンチの特集の時にかけ損なった一曲でございますが、結構僕好きな曲なんですが、なんかサム・クックのワンダフル・ワールドをもっと賑やかにしたような、曲でございますが、あの時にバリー・グリーンチの特集をやりましたらですね、あのバックコーラスでエディ・グリーンチが歌ってる声が分かるようになってきましたですね、1964年のコニー・フランシスのヒット、Don't Ever Leave Me でございました。愛知県小牧市の長女連大島さとみさん、いつも摩訶不思議な内容のお便りをいただきますが、今回は一週おきに一通ずつ。こんにちは。スキー場ではいろいろな国の方を見かけます。ゲレ食、なんだそれ、ゲレンデの食事か。ゲレ食で感心するのは、皆さん正しい箸の持ち方をされているので、こぼしたりテーブルを汚すことなく綺麗に食べていらっしゃいます。以前3歳と4歳ぐらいのフランス人兄弟が、兄がザルそば、弟が卵丼を完璧な箸使いで食べていました。フランスは和食のあれですから、国、流行ってますからね。もう一枚。こんにちは。70運歳のスキーの先生。バレンタインのお返しはワコールのショーツなんです。毎年一人で10枚は買いに行くそうです。今年はどんな派手なパンツが来るでしょう。毎週こういう感じでお便りいただきます。時々ご紹介しております。最近リリッシュされましたですね。ガールグループもの。アポラス。一曲もヒット曲がないんですけどもですね、その筋の評価がとても高い、女性3人組、もともとは男1人で、男1人の女性3人だったんですけど、すぐに女3人になりました。黒人女性3人組のキャリアの長いグループでございますが、これのアブソルトリーライト、ザ・コンプリート、タイガー・ロマ&ワーナー・ブラス・レコーディング、要するに、全曲入っております。未発表曲も入っているという、エースのまたすごい仕事でございます。この中から今日はですね、アシュフォード&シンプソンのペンになります、1966年の一曲をお聴きをいただきましょう。You'll always have me, the Apollos。Of your success, you may not always get the best, but life offers you one guarantee. Oh, darling, you always have me. Money can buy almost anything, and you deserve the joy. アポラス、60年代ベイエリアで、サンフランシスコのベイエリアで結成されました黒人女性3人組のボーカルグループでございます。66年の作品 You'll Always Have Me、 アシュフォード&シンプソン作曲、ジーン・ペイジが編曲しております。プロデュースはディック・グラッサー、ワーナーの、名プロデューサーでございます。このリードボーカルのレオラ・ジャイルスという人はとってもいい声して、私好みの声しております、ね、また棚塚の時にでもですね、このレオラ・ジャイスのソロシングルでもまたこの CD からかけてみようかなと思います。かけちゃおうか。
かけちゃいましょう。ついでですからね。同じ CD に入ってます。これは67年の作品ですが、今回の CD にはアンダブドアンリリストバージョンというですね、ダビングしてないバージョン。それの割には随分、あれですが、ワーナーからの67年のシングルですが、ラリー・ワイスの曲ですが、テディランだぞみたいな趣があります。レオラ・ジャイルス、アポラスのリードシンガーでございます。Keep it coming。レオラ・ジャイルス、Keep It Coming、 1967年のワーナーからのシングル、やはりプロデュースバイディック・グラッサー、アレンジドバイジーン・ペイジでございます。ツアー中ですので、ライブの感想いろんな方が送ってくださいます。岐阜県各務原、振り仮名振って、岩井久美さん、先日岐阜でのコンサート行ってきました。予習なしで聞きに行ったのですが、初生山下達郎に感動、帰宅後家族に山下達郎の凄さを熱弁しましたが、興味なさそうでした、てんてんてん。30年前からファンでしたが、もっと前からコンサートに行けばよかったと、後悔しています。すぐにレイオフォーポ買って弾きまくっています。これでしばらくは気分よく日々送れそうです。ありがとうございました。すべての方満足させることはできませんので、あなたが満足してくださればそれで十分でございます。また いらしてください。お待ちしてます。さて、カールシンガーガールグループ特集。お次はニューヨークの、やはり黒人女性ボーカルグループ、ラブポーションという、日本のラブポーションじゃありません。このラブポーションというグループは、キャリアの大変古いグループで、最初はチャーマーズと名乗っております。それからジョイトーンズになりまして、それからラブポーション、名前がどんどん変わりました。ここのメンバーのリン・ミドルトンという女性はですね、再結成のプラターズとかハープトーンズとかそういうところのメンバーとしても活動した人であります。ジョイトーンズ時代に64年に一旦、リリースしまして、その後ラブポーションの名前を変えて67年に再リリースになりました一曲、 This Love。Always.
ラブポーション1967年の This Love でございました。先ほどのアポラスリクエストいただいております、横須賀市の佐藤千徳さん、いつもありがとうございます。アポラスのこの CD からなんか一曲というご所望でございます、ね、今日はこれで行ってみました。というわけで山下達郎がお送りいたしております、サンデーソングブック、本日から3月になりましたが、真ん中 CM が復活いたします。どうぞ。サンデーソングブック、山下達郎がお送りいたしておりますサンデーソングブック、本日はひな祭り時期恒例のガールシンガーガールグループの特集でお聞きをいただいております。さて、先週も申し上げましたが、来週のこのサンデーソングブックはですね、東日本大震災1周年となります。3月11日の放送になります。しかも地震が起こりました午後2時46分、私の番組のまさにドンピシャのタイミングであります、今年はうるう年でございまして2日先へ進みましたので、そういうことになりました、本来でしたら、JFN38 局たくさんネットがありますのでですね、それ専用に特別番組をやった方がいいんじゃないかと私は申し上げたんですが、私のこのサンデーソングブック内で何かやってほしいと、そういう、要望で、いただきました局側から、ですので来週は、そうしたそんなに大冗談に振りかぶることできませんけれども、私なりのですね、このサンデーソングブックの、プログラムで、お届けをしてみたいと思います、東日本大震災1周年追悼プログラム、そんなに大げさな文字ありませんけれども、できるだけのそうした空気を、醸し出すような番組の構成にしてみたいと思っております。そういうわけで、昨年の東日本大震災から1年経とうとしております、ここに来てですね、私の希望という名の光という、曲がですね、またいろんなところでオンエアしていただける話が決まってまいりまして、まずは先ほどお聞きをいただきました JA 共済の CM ソングとしましてですね、本日から、ラジオテレビでの CM がスタートいたします。JA 共済の、CM として希望という名の光が使われてい、くことになりました。よろしくお願いいたします。そしてですね、もう一つ日本テレビ系のですね、全国ネットの単発ドラマなんですが、3月6日の火曜日、あさってになりますか、午後9時21時からですね、3.11 その日石巻で何が起きたか6枚の壁新聞というドラマでございますが、これのエンディングテーマとして希望という名の光オンエアされますので、どうぞご覧になっていただきたいと思います。震災から1年でございますので、いろいろな、ところで曲が使われております。敬虔な気持ちになってしまいます。来週はそういうわけで、そうした震災に関してのお話は来週にさせていただきます。今日は、ガールシンガーガールグループで、なじますね、ひな祭りらしくですね、明るめに行ってみたいと思っております。番組の最初にも申し上げましたみたいに、かなり前倒しでやっておりますのでですね、リクエスト、特にバースデーメッセージは早めに お送りいただけますと、ご紹介 できますが、多くの方々が間際で、いただいておりますので、後に、過ぎていってしまいますので、一つその辺はよろしくお願いしたいと思います。お許しいただきたいと思います。郵便番号 102-8080 102-8080 東京 FM 山下達郎サンデーソングブック、リクエスト変わらずお待ち申し上げております。さて、ガールシンガーガールグループ特集、引き続き今度はシカゴに参りましょう。今日は黒人女性グループが多いですね。これは完全に、ミシリー化の音源でございますが、私のすごく好きな一曲、歌っておりますのがパティ&ザ・ラブライツというですね、もともとはラブライツという、ボーカルグループだったんですが、このパトリシア・ハミルトンというリードボーカルを、フィーチャリングいたしまして、パティ&ザ・ラブライツというクレジットで1972年に、コテリオンレーベル、アトランティックのサブレーベルですが、ここからリリースされました。プロデュースしているのがシカゴの、プロデューサークラレンス・ジョンソン、私の大好きな、プロデューサーでございます。この1972年パティ&ザ・ラブライツ Is that loving in your heart?Loving you desperately, but you just can't see. I give you two open arms so you can run straight to me. But boy, your reaction is a little bit strange. You're starting to play the part of a child with a game. So sit and let me talk to you. Talk to you.You're looking like there's bad news. Are you trying to say we're through? But I just want
パティ&ザ・ラブライツ Is That Loving In Your Heart 1972年のシングルでございました。さいたま市の長女の石渡博夫さん、いつも息子さんの京太くん13歳、質問コーナー毎週送ってきていただきます。なかなかお答えできませんが、久しぶりに達郎さんは家族で何して遊んだりしたことがありますか。いろいろありますよ。それはドラえもんゲームとかですね、そういうやつですね。達郎さんは宿題をやる方でしたか。全然。達郎さんは将棋や囲碁などしますか。将棋囲碁っていうのはですね、本当に5つ6つからやんないとダメなんですよね。20歳過ぎてですね、坂本龍一さんと二人で囲碁をやってみようかって、二人で教則本を買って、やったんですけど、なんだかよくわからないので、私のおじが、囲碁の有段者だったので、そこへ聞きに行きましたら、あ、ダメ、そんな20歳過ぎて囲碁なんてやったって、上手くなるわけない、あんなもの5つからやんなきゃダメ。一周されまして、それでやめました。そういう思い出がありますね。もう一曲いけますね。ちょっと今日は、R&B っぽくなりましたんで、ちょっと明るい、目のやつ、60年代の、The Cookies。これも本当は歴史が古いグループなんですが、我々にはディメンションレーベルの60年代のですね、輝かしいチェインズとか Don't Say Nothing But、 その後の リードボーカルの R ジーンの I'm Into Something とか、そういうやつがおなじみでございますが、でも僕の一番好きなやつ、キャロル・キングとジェリー・ゴフィンの作品がほとんどなんですが、その中で私の一番好きな曲は、ジェリー・ゴフィンとラス・タイトルマンの共作になるこの一曲、1964年 The Cookies I Never Dreamed。クッキーズ1964年の I Never Dream でございました。今日はこの辺でガールシンガーガールグループ特集でございました。千葉県浦安市の山田正義さん、以前なんかのラジオ番組で達郎さんはビートルズだったらノットアセカンドタイムが好きと言っていました。ビートルズファンの私としてはへえと思い興味深かったです。達郎さんは誰でも知ってる歌手の曲は何が好きなんだろうと思い始めて気になってます。教えてください。ビートルズ、ローリングストーンズ、マイケル・ジャクソン、スティービー・ワンダーなどよろしくお願いしますビートルズは圧倒的に初期です。ノットとはセカンドタイム、ノーリプライ、オーライガダドゥ、ディスボーイ、そんなようなとこですね。ストーンズはですね、私アルバム
アフターマスが一番好きなの、レディージェンとか、アイアムウェイティングって曲なんです。これがもうとにかく死ぬほど好きなんですが、あとはギミシェルターとかそういうですね。マイケル・ジャクソンも圧倒的なジャクソン5ですから、ABC とかの、アイ・ワンチュ・バックとか初期ですね。スティービー・ワンダーね、天才ですから、なかなか、あれですが、あえてあげろすら、バッドガールとリボン・イン・ザ・スカイ、そんな感じですかね。よく考えてみます。今見たので。今度そういうのやってみようかな。有名どころの私のフェイバリットとか、あんまり面白くないだろうな。そんなわけで今日はこの辺で、来週は3月11日であります。東日本大震災1年経ちますので、私のサンデーソングブック2時46分を中心に追悼プログラムの予定でございます。いろいろと、プランを練ってみたいと思っております。というわけで、ガールシンガーガールグループ特集、ご清聴ありがとうございました。今日の最後は竹内まりや、1992年のシングルマンハッタンキスの、カップリングに入っております。もともと牧瀬里穂さんのシングルとしてリリースされたもののセルフカバーでございます。ミラクルラ。
お送りいたしてまいりました山下達郎サンデーソングブックひな祭りガールシンガーガールグループ特集、今年はちょっと渋めでした、また来週は3月11日東日本大震災追悼プログラムです。2月28日がお誕生日の愛知県春日井市佐藤達也さん、お母様の英子さんと長男の大輔君に、品川区の森真紀子さんは3月2日がお誕生日、岸美智子さん、松本恵里さん、鈴木正俊さんからハッピーバースデー。兵庫県神崎郡鎌田常久さんは3月3日で52歳、佐賀市の門岡哲郎さん本日4日で46歳、長崎県大村市の長溝孝子さんも本日4日のお誕生日、3月5日がお誕生日に宮城県岩沼市大月美也子さん、お嬢さんの弥生さんとお孫さんの優里くん、新潟県長岡市の高野和則さん、お嬢さんの沙織ちゃんに、富山県滑川市横山真嗣さん、奥様の優子さんに、志島理恵子さんからもハッピーバースデー。秋田県横手市の黒沢美穂子さん、岡崎市の太田勝良さん、お二方から近藤直也さんにハッピーバースデー。中野区の大上剛さんは藤井秀樹さん、神戸市の瀬戸明さん、奥様の直美さんに、仙台市の矢部智武さんは早坂正史さんに、宮崎市の黒坂翔英さんとご家族から長女の千咲ちゃんに、藤沢市の中東小津さんは石塚弥生さんに、高崎市の佐々木忠さん、笹川健一さんに、愛知県知多郡船橋明さんは奥様の豊子さんに、世田谷区の高取博さん、ルミさんのご夫婦は川村太郎さんに、長崎県雲仙市佐藤直子さん、ご主人の高弘さんとお嬢さんの真由子ちゃんに、北海道は千歳市須藤香織さんとご家族からお父さんの信夫さんに、大阪市の藤沢博文さんはお嬢さんの加穂ちゃんに、岡山市の近藤由美子さんは、息子さんの聖樹くんに、金沢市の溝渕育夫さん、髭義弘さんに、三重県松阪市の西川博隆さん、純子さんのご夫婦は長男の拓磨くん、鹿児島市の大場由美香さん、ご主人の武志さんに、長野市の若林正樹さんのご夫婦は結婚3周年、町田市の井上真弘さん、幸子さんのご夫婦は結婚6周年、今日の最後は栃木市の鳥海茂子さんのご夫婦はめでたく結婚27周年、皆さんおめでとうございます。山下達郎サンデーソングブック、来週もセームタイムセームチャンネルで皆さんごきげんよう、さよなら。ソングブック、この番組は都会の森、大人の時間、代官山蔦屋書店、助け合い共に明日へ、 JA 共済がお送りしました。